五西式堂は、明治大正時代の在日中国人貿易商、相場氏、石膏省寧派検事、谷県の生まれ。在日華共最大の合賞。訓六刀髄法賞、根樹法賞受賞。1904年暮れ金堂の幾家大長、大正全国府合番付。五西式堂は56位だった。石膏省寧派検事、谷県にて、農家の長男として生まれる。 本名は、作。五家は何世代も農業に従事していたため、家の環境が悪く、五二式堂は、現地の塾で2年間本を読んだだけで学校を辞め、家に帰って、父親の農業を手伝った。上海でのろうそく店勤務の後、1885年々に、長崎へと来。雑貨の行商で、コツコツと蓄財を続け、1888年、大阪。 川口居留地のコウモリが佐生、川瀬与三郎商店を実質経営するようになる。1890年に神戸へ移り、貿易、海運会社、伊勢号を創設。ボロ船を一石買うと、神戸特産のマッチや雑貨を中国へ輸出。1894年には、日本のマッチ王と言われた、辰川弁さんと、合弁で、マッチの輸出会社、吉尾号を設立した。 高二軌道甲子会社と名称を変更してから軌道に乗り次第に店を大きくした。開港後の上海は中国の内外流通の中継点であり拡大する商業機会に乗じて台頭したと考えられている。日本で生産されたマッチ、雨傘、セメントなどの製品を中国や東南アジアに輸出し中国からは綿花、大豆、黄語、 なた油などを日本市場に大量に輸入した。また、日清戦争が始まると、中国の貿易省の多くは帰国したにもかかわらず、後西式道は神戸に泊まり、貿易を盛んに行ったことが彼が財を成す土台となった。その証拠として、日清戦争終了の10年後、日露戦争が始まった時、彼は各自当時の金で10万円。 さらに、佳境貿易業者にも呼びかけ計45万円を集め、軍債に応募。別に個人で10平費として2000円を寄付している。1904年11月に、無商法の推薦により、日本国籍を取得。中国国籍は放棄せず、当時の中国では認められていた二重国籍者となる。 友人である、武藤山路の誘いに応じ金棒株を買い進め、一時は筆頭株主となる。その後の金棒株をめぐる鈴木九五郎との指定戦は、クレキンド鈴木有受験として、証券取引上の事件となり、後に、四四分六の小説、バナナや営が黄金街の発者のモデルにもなった。1907年1月に、天ヶ崎町初島に東亜セメントを設立し、 生産工業にも乗り出す。工場は2万坪の敷地に日量約300トンの能力を持つ小西用を備えた。株主はほとんどが神戸財界の有力者で、五二式道は7割の株を持つ筆頭株主であったが、社長にはならず松方光次郎と共に監査役をしていた。その後、小野田セメント、大阪メディアスなどの大株主になるが、同様に重役にはならなかった。 その後も日中貿易の流星に貢献し、中華海館理事長、中華商業会議所会等として関西実業会に重きをなした。1907年の秋に中国の故郷に里帰りした時には、推理事業に大金を寄付し、私立学校、西起動学校を建設した。日本でも神戸家協同文学校の設立当初から資金援助をして運営を支えている。 また、神戸市タ流美区の開拓事業にも寄与した。孫文の中国革命運動の支援者としても有名で国民党神戸支部の支部長を務めた。孫文は舞子浜の呉の別荘、移り城閣でしばしば英気を養った。移り城閣は現在、孫文記念館として残されている。1907年、赤石郡新出村古速野の141町部の 原野を買い、翌1908年に開拓を始める。1917年まで約10年かけて、古速野の,の開拓は行われた。当初は果樹園にする予定だったが、大古川と山田川素水の水利券を買い取り、寝室にも用水路使用が可能となったため、水田に変更することとなった。用水を貯める水亀として、宮ヶ谷池と小束の池の二つの池が作られた。 開拓者を記念するため、1957年に土地の人がクレキン堂の検証費を立て、宮が谷池をクレキン堂地と改めた。ありがとうございます。